はい、ってことで、はい、3月6日の遊戯王デッキビルドパック発売日ということで、買ってまいりました。少ないけどね。ぶっちゃけあのデッキビルドパックって需要がないかな。まあ前回のアートコレクションとかに比べたら低めだね。多分デッキビルドパックあんまりテーマ的に新テーマしか入ってないから買わない人結構多いと思うから、まあどんなの入ってんのかなみたいなノリで見てもらえれば気になる人向けって感じで、ね、そういう感じの動画になっております。はい、早速開けていきましょう。はい、ということでですね、はい、一箱目いっちゃってください。で、うわっしょい。一応聞いとくけど、狙いはベアルクティの、これ表紙じゃない、グランシャリオっていうスーパーレアがあるんだけど、おーおー、バカかっこいいから。この表紙の子はこれでかいんだよね。わかるかな、これ。いや、ちょっとね、あ、目悪いのかな、なんかどうす。あ、じゃあこれならいい。あー、多いね。じゃあ早速ね、はい、ワンボックス目めくっていきたいと思います。お願いします。はい、さっさっ、まあ、これが新しいベアルクティシリーズ。はいはい。あーすね、これなんか昔のカードだよね。そうそうそうそ う, そう、これあの爬虫類族の、はい、まあサポートカードね。アーク5のパックで入ってた昔のカードで、これペンデュラム使いだから多分割と使うカード、ね、使うカードね。懐かしいの入ってんだね。まああのペンデュラムカードを破壊した数だけ効果が適用して、2枚破壊するとサーチができるから、じゃあ本当にデッキに結構必要なカード。そうそ う, そう、結構強いかな、主軸になるかもしれないね。そう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 、まあ連続で、あー来た、お、かわいい、ドレミコ。もうね、結構ドレミコードスーパーレアでもいいんじゃないかなって。ね、全部ね。そうそうそう。で、エアーズロックサンライズのサイロックカード。サイロックカード。で、お、なんか後ろに。おい！早速。ドドレミコードクーリア。イラストを楽しむ前に、まずちょっとあの、言いたいのが、ね、そう、まずね、そうそうそう。相手フィールドの表側表示のカード1枚を、カード効果無効化しちゃう。ターン終了までだけど。1枚だけか。1枚だけじゃん。だと思うじゃん。ペンデュラムゾーンの奇数のペンデュラムスケールが存在する場合、この効果2枚にできるっていう。2倍。結構これ面白い効果になってるかな。すごいね。でも効果無効にできるんだったら結構やっぱ強いよね。強いね。まあ、もうすでにあるカードを無効化するから。あー、クマさん。で、またドレミシリーズ。で、トラップカウンターと来て。ビアルクティ、ドレミ。お、冥界だな。冥界。うん。そうい、冥界のありないや。このカードね、召喚したら、デッキから冥界マジックトラップサーチカードなんだ。あ、じゃあサーチだから強いわ。しかも星音だから、これは結構、このデッキ組むってなったら結構使うんじゃないか。必要なカードだね。ドレミコード。うん、で、スネークレイム。で、またドレミか。お、ベアルクティのミクポーラ。ビルドパックでちょっとデッキ組みたいなと思ったシリーズのベアルクティだから、これちょっと嬉しいですね。クリスタルガール、ドレミコ。あれ、あれ、ちっかい、あち、キングレムリ、ベアルクティ、クリスタルガール。おい、これが今回話題になった一時期、これか、1か、これレベル1のシンクロモンスター。ちょっとこれだけ効果ドアップしようかな。このカードシンクロ召喚できずっていうか、そのレベルの差が1になるように、フィールドからチューナーとそれ以外のモンスターを引く、まあ引き算だよね。へえ、そうそうそう、出し方ほんと特殊だね。さっ、あ、待って、あ、待って、ごめん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 、次よ。おい、おいおいおい、ちょっとさ、説明し、デッキビルドパックってシークレットカードって確定じゃないんだよね。あ、そうなんだ。そう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 。え、めっちゃ嬉しい。価値とかじゃなくて普通に、うん、まあぶっちゃけ安いんだけど、うん、デッキ、かっこよくないだったこれ。かっこいいよ。このカメラ今性能良くなったから。あ、なんと。あ、なんと。おい。すごいよね。かっこいい。ほら。え、これ弱くてもちょっと組みたいなって思う気持ちわかる？わかるわかる。相手モンスターの特殊召喚に成功した場合、デッキからベアルクティカードを手札に加える強制効果だね、これは。遊戯王でチェーン組むっていう、まあ、うんうん、システムがあるから、発動タイミングを逃すっていうことがあるんだよね。あ、でもこれ強制効果だから、それがないから、そこら辺は結構優秀じゃないかなと。すごいね。うん。またメガフォーラ。で、またドドリカードを。メガビリス。さあ次なんだ？おーい、かわいい、あ、待って。さっさっさっ。おパラと来て、まあこんな感じですよと、まあ可愛いと来て、おーい、カスでーす、はーい、はーい。いや、もう正直、まああの表紙がもう出ちゃったから、ね、もうね、満足で、もう、ま、満足なんですよね。はいっていう感じで、はい、はい、2箱目いきますね。お願いします。はい。レアカードだけポンポン見ていく感じで。そうだね。だからもう多分ね、デッキビルドバッグ秒で割る。釣りや。ではいきますよ。お、いきなりスーパーメーカーか、ちょっと見える。あー、あー、かかすね。はい。まあまあまあ。おー、おっと、おーっと、これ、あれ？かわいくね、これ。待ってくれよ。髪の毛が紫色の女の子って大抵、うん、エッチ。エレメンタルヒーロー？エッチ。
これはベアル、あ、さっきのこれあれかな、魔法カード発動するっていう強制のディパーチャー。あ、待って、シク来てる。おい、うわー、サービス、おい、セプテ、あ、さっきのだからウルトラバージョンに。そうだね、これはあげます。あー、切れてたね、これね。そんな、あー、ラスト、ムール、ぬるぬるで近づいてみて、あー、エッティマ。はい、ラスト3箱目、はい、この箱をやりたいことがあって超高速で回復します。オッケー、これのシクレ出たらそこだけ止めるわ。いきまーす、はい、よいしょ、はい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 、ということでじゃあ高速でやっていきます。はい、今回のデッキビルドバッグあんま買わなくていいかもしれない。もしあのコメントでプレゼント企画欲しいって言ったらまたあの買ってくるからコメントお願いします。はい、お願いします。ドラムディールありがとう。こんばんは、もしよかったらシャーテッドボタン。